モーニングジャーナル大きな皆さんおはようございますもう来年のね、えー、カレンダーが見えてくるような11月末になりましたけれども木曜日はこの時間でほっこりしていただければと思います法楽法律事務所の弁護士高田の法律問題一等両断高田弁護士ですちょっとなんかごめんなさいね風がひどくなっちゃったみたいで大丈夫です大丈夫です,すはい、はいあの。風邪ひいてる時には皆さんあんまり喋らない方が <laughs> あの。<laughs> 私八月がそうでしたもんね。<ー>はい、ということで、五週目でございます。高田弁護士、頑張ってます。はい、ということで、今朝はですね。ええー、まあ、質問というか、やっぱりこの番組の感想というのを頂戴しているので。えー、ご紹介をしていきたいと思います。では、えー、お便りに対して。人たちということで、先生、はい、お願いします。はい、じゃ、まず、一つ目のお便りからお願いします。はい おはようございます。お酒を飲まない二十六歳です。ええ、吉沢瞳さんについてメッセージをしました。まさか酔われるとは。で、僕がメッセージを送ったことにより、今日のテーマになったのですか。はい、あ、その話題をね、あの先月。そうですね。ちょっと、あの、やっぱりひどい、あの、いろんな、いくつも重なった事故でしたねっていうことだったんですけど。はい。この方がその前に。メールをくれていたので。そうですね。読みましたね。はい。はい。 ええー、まあ、そんなことはないですよね。この事故については質問は多かったのですかということなんですが。はいまあ、あの質問は比較的多かったというか、かね、皆さん興味を持っていたということなので。はい、まあ、それを機会にちょっと取り上げさせていただいたというのが、ああ、はい、所持やところです,、ね、そうですね。ありがとうございます。はい。はい、で、ええー、高田弁護士の最近の仕事は何ですか。案件というのかな。<laughs> あ案件か。あはいはい、はい。大変だったエピソードなどあれば聞いてみたいです。よろしくお願いします。と先生ね。ね すごいいっぱい案件抱えていらっしゃるんですよ。はい、本当にこのスタジオに来るのが本当に大変で。えー、はい。はい、これはあの案件札っていう感じなんですけど。ねそうですね。まあ、まあ大変は大変ないっぱいやりますので。えー、まあ、細かくはもししたら夜の機会にでも。そうですか。はい、あのやっぱ男女間の問題っていうのが。 やっぱりあの先生の口からは言えないでしょ。えぐい問題がやっぱりいっぱいあるみたいなんです。ですね、ということで、えー、11月は22日に終わりましたので、12月27日になっちゃうんですけれども、はい、はいえー、この日に聞いていただければと思います。そうですね。ちょっと盛りになっちゃいますが、はい、はい、ぜひお願いします。番組名は？はい、夜の崩落相談所になります、はい。もう名前からしてね、男女間の問題という感じがしますよね。はい、えー、夜の9時30分から。えー 10時までということで今月は12月27日になりますので、えー、お酒を飲まない26歳さんそちらを聞いてくださいでは高田弁護士次いきますね、はい、おはようございます、えー、都会の奥地のサバンナさんからいただきました男性の方です友人から勧められトラックの中で聞きましたということではいこの番組嬉しいですねありがとうございます休憩中のコンビニでメールしています偉いですねちゃんとこう休憩してね,ねもちろん運転中はないですよ、うん あの映像、吉沢さんの事故を見たら、いつも以上に安全運転を心がけるようになりました。本当に罪の重さってどうなのって感じです。執行猶予とか実刑とか知識がなく分かりませんが、今日の話で少し分かりましたっていうあの、あの番組を聞いてくださった感想ですね。その後付けのメールになります。芸能界引退し、これからは同じような事故を起こさないようにしてほしいですね。私も同じく注意して気をつけて仕事したいと思います。 これ高田弁護士すごく嬉しいメールですね。そうですね、ありがたいですね。ねあのトラック事故なんかで大きなあの悲劇を生んだっていうこともありましたし、えー、そういうふうにドライバーさんが考えてくれるのはすごく嬉しいです,、ね、ですね。こういう方がまあ一人でも多くなればね、ねはい、事故も少なくなると思います、はい。はい、さあ続いてのメールは高田弁護士から。はい、えー。こんにちは初めまして、えーとはい、マリファナワークス3さんですかね。<laughs> いいか面白いなもんですね。はい、そうですね。はい、えっ、ー、と。 飲酒運転は日本で、えー、薬をやって運転して、まあ、警察官に捕まるシーンは外国人、はい、テレビでよく見ますね、はい、まよく7時ぐらいからですかねやってますね日本は飲酒運転多いですかドラッグ運転とどちらで捕まるのが多いですか、はい、弁護士でそういうことをしている人はいるのですか、はい、いても答えられないですね <laughs> まあそうですなかなかあの自分はお酒飲んで運転したよとは言わないんで。 なかなかあれですけれどね。これあのごめんなさいあの薬さんあの弁護士に限らずですねいかなる人もですねいかんことはいかんだと思いますけれどもね。うん、そうですね。どうでしょうか。はい。はい、でえー、まあ先ちょっと読んじゃいますね。はい、ストレスでそういうのをやってしまう人のことどう思いますか。中毒の人でも相談に行けば相談に乗ってくれるのですか。ちゃんとしていないと話を聞いてもらえないのですか。おスすすめの弁護士はいますか。紹介とかはあるのですか。 この人のところの方がいいよ。とか、はい、そんなメールですかね。はい、はい、大丈夫。<laughs> ちょっとなんかちょっと心配になってきましたけどそうですね。まあ、あの、お答えという意味でいけば、はい、やはりあのお酒とドラッグ、どちらが手軽に手に入るかといえば、もう間違いなくお酒ですから。はいはい、案件としてはやっぱ飲酒の方が多いのは間違いないと思いますね。はいはい、ただ、やっぱりドラッグの方がその何ていうんでしょうね。こう。 重いい効果と言いますか、はい、あの運転を正常にできない効果を発生させる可能性が高いので、はいまあ、捕まる可能性といえば、はいまあ、ドラッグのの方が多いいかなとは思いますねあこれはですね皆さんにそういう手法をお教えしてるんではありませんのでそこは間違えないようにしてくださいね。はい、いずれもあの高田弁護士はあの否定をしているわけですから。はい、あのこれなんですが、ね ちょっと例えばストレスっていう言葉がねよくやっぱりの最近聞かれるじゃないですか。はい、で高田弁護士も本当にあの24時間仕事をしているのでストレスどうやって発散しているのかなって時々思うんですが、うん、やっぱりそういう人たちがこう一般の人でこう薬に手を出すっていうのは薬が入手しやすくなったっていうこともありますよね。 本当にこう例えばコンビニでそういう売人がいて気軽に手に入る、えー、で先あの先週かな SNS があの流行ってるとあのミスター k の時に話しましたけれどもそういった連絡ツールが今非常に多くなってきているのであのかつての電話やポケベルしかなかった時代に比べて。 そういう方々とつながる可能性が高くなっているっていうのはうあの言えるところかなと思いますね。はい。であの最後の質問なんですが、おすすめの弁護士はいますか？紹介とかあるんですかって。あの不動産の仲介じゃないんだから、はい、高田弁護士がいいに決まってるじゃないですか。まあ、ここ、ま、もしもしあのなていうんでしょうね。ある意味真面目に答えると、はい、我々の仕事っていうのは起こ したことに対してどう対処するかという。やっぱり事後的な対処になるんですね。ええ、でも、ええ、多分この方からのそのお悩みというのは、はい、まあ今ストレスでやってしまうとか、中毒の人っていうのはそういう事故を起こさなかったんだけれども、はいはい、中毒の人って意味でいけば、あの真面目に例えばお医者さんにいった方がいいと思います。はい、はい、というところだけです。あ、もうそういうことでございます。はい、はい、ちょっと厳しくなっちゃってもうなんか？今。 消されちゃったかもしれませんけどね。でも、はい、あの正しいことをね言っていきましょうね。続いてです。引き逃げについてですが、初犯とか二度目とか関係ありますか、えー。逃げ切る事故はあるんでしょうか。質問、ね。そうですね。あの初犯か二度目かというのはその最終的に下される刑を宣告刑と言うんですけれども、はい、その重さにあって 多少は影響しますつまり初犯今までやったことがないあるいはやってたとしても捕まってこうやって起訴されていないという場合にはあの最初通常裁判所はその行為の重さにもよりますけれども、はい、ある意味その人間に期待をして執行猶予。 つままりり直ちにに刑務所に入らななくてもいいといとううような処分を下すす可能性はあります、はい、ただ、それがまあ執行猶予中であればもちろんですけれども、はい、執行猶予を終えた後でも同じような事故を起こしてしまったということになるとそこは裁判所は非常に厳しく見ますので、はい、あの初犯か2度目かという意味で宣事故についてはあのそれぞれの重さによって控訴、はい、事項が定められていますので。はい まあこの今回、吉田さんが起訴されている罪名というのがどれぐらいかは分かりませんが、はい、まあ大体10年とか7年とか、はい、そのあたりの時効が定められているというとこですかね、はい、ただ、まあ、ひき逃げとかっていうのは逃げ切ることはできないんではないかというふうに、ねうん、日本の警察の、ね、まあそうです、今あの、ありとあらゆるところにカメラがありますからさらに移動できるなんかカメラも。はい あもっと言えばもうドライブレコーダーも今、多いのでちょっと時間が迫ってきてしまったのでち<れ>ちょっとあの言っとゃいます、はいえー、トラックヤローさんかなあんなに突っ込んで昼間なのに逃げるってってもうみんな、まあ、このやっぱりひき逃げのことなんですね、えー、パニック状態でしょうかね、弁護士はひき逃げの案件、相談されたことあ,りあるでしょうかということなんです,そうですね。あの相談は ありますどうすればいいですか、ええ、まあそれはあのまだ警察に捕まる前だったんですがもう一言あの自首した方がいいですよということしか言えませんがやっぱり、してしまったことはもう何と言っても避けられない話ですからあのしてしまったことをどう後で反省して対処するかそちらが大事だというふうにお考えいただくのがいいいかなと思いますね、はいはい、さあそして最後なんですが介護のトラブルってよく出ますよねということでえ高田弁護士のおすすめの施設はあるでしょうか。 ますかということなんですが、同じ木曜日第一第二第三、えー、朝の10時からですね、中まで介護という番組をやっております、えー。そちらの方をお聞きいただいた方がいいかと思います。よろしいでしょうか。はい、介護 <laughs> いいです。<laughs> さあ、えー、それではその弁護士が必要だという皆さん、えー、無料で。 一回目対応してくださいますので、特に連絡をすればよろしいでしょうか。はい、ええー、五百の番号がゼロ一二ゼロ五四五ゼロ二ゼロ。ゼロ一二ゼロ五四五ゼロ二ゼロ。平日九時半から五時半まで受け付けております。はい、せ、え、つ、ー、く風邪治してくださいね。はい、い本当にあの辛いところ申し訳ありませんでした。はい、それではまた十二月、よろしくお願いいたします。お願いいたします。